悪魔の赤ちゃんで。でも悪魔に見えないですよね、全然。右手に持ってるの何ですか？右手はこっち、これはおしゃぶりです。で、これがガラガラです。で、これが悪魔の尻尾。あっ、取れちゃった。自分赤ちゃんの時どんな子だったんですか？公園に行って、公園に行ったら、その同い年ぐらいの赤ちゃんの女の子がいて、その子が持ってるおもちゃが欲しくて、顔ギーってやって、で、貸しても何も言わずに、自分のものだと思ってるから、こうバッて取って、自分のものにしてました。全部。自分の思い通りにならなかったら、すっごい暴れる子でした。らしいです。悪魔は何歳になったんですか？10歳です。変わったところは？小学生になりました。どの辺が悪魔っぽい仕様ですか？悪魔っぽいのはこの角とこの耳です。じゃあ尻尾です。尻尾です。あとランドセルに羽が生えてます。どんな小学生だったんですか？ずっと体育があると絶対にお腹壊したりしました。か弱い子でした。それ緊張とかですか？緊張で、なんか朝とかあんまり痛くないのにすごい痛いとか言ったりしました。何歳になったんですか？高校生の17歳になりました。持ち物を紹介してください。まあ、悪魔の耳がちょっと大きくなりました。あとは今流行りのシュ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 で、
セーターです。そしてネクタイにまたまた尻尾がついてるんですけど、尻尾が高校生っぽい感じで、ハイソックスとローファーです。高校の時はどういう高校生だったんですか？高校の時は結構スカートを短くして先生に追いかけられて死んだふりしてました。何死んだふりして？死んだふりすると先生が追いかけてこないかなと思って追いかけられてる時に死んだふりしました。そしたら怒られてました。何歳の設定ですか？21歳になりました。どこが変わったのかしら？どこが変わった？角がちょっと大きくなって羽がついてるで、なんかこんな四角のタイツ履いてます。あとは髪の毛が短くなりました。21歳の西田真由さんはどんな人なんですか？10代の時とは、10代の時と全然変わってなくて、全然大人じゃないですね。おバカだし、おバカでもないと思うんですけど、天然ってよく言われるし、全然変わってないです。でもな、中身も変わってないって言われるけど、外見も別に変わってないって言われます。これ花嫁衣装なんですね。じゃあ花嫁衣装です。後ろこう、結構後ろの方がお気に入りかもしれません。自分が22になった時はどんな感じになってたり？もうちょっとなんか勉強ができるようになってたりとか、成長してってほしいです。仕事の目標はいろんなことをしたいので、
テレビとかにもたくさん出ていきたいし、雑誌とかも全部昔からやってるんですけど表紙飾りたいし、やりたいことがたくさんあるので、そのために勉強していきたいと思います。何か一言お願いします。全部お気に入りなんですけど、あのこの最後の衣装のやつがお気に入りなので、そこを注目してみてください。